皆さん、こんにちは。洋一の部屋でございます。えー、今日は、あの、アビル・ルイさん、産経新聞の論説委員。はい、このクソ忙しい時によくぞ、ここにお越しいただきまして。えー、誠にありがとうございます。本当に。恐縮でございます。もう、序盤、中盤、終盤っていうと、もう、終盤ですね、うん。はい、もう終盤と言っていい。そう、選挙ですね。来週の日曜日に投開票。うん、でもう完全にもう、ラスト1週間ですね。ねで、 これがもう終盤になってるとね、いろんな話を聞きたいんですけれど、まあ今日は産経新聞というよりか個人的な話にしてください。はい、あの、多分ね、いろいろ見方があると思うんですよね。だからまあ個人的な話をちょっと伺いたいなと思いましてね。でも終盤点でもうそれはもうよろしいんですね。それで、あれですかい,いつぐらいに終盤の 情勢分析ってあるじゃないですか。ええ、あれを出して、それでその後はも何も出せない。何もっていうか、まあ、その、まとまったものは出せない。それがな一応最後の。はい、うん。というやつですか。もうそれが今週の明日、明後日、そのレベルの話で終盤の。中枢分析。はい、まあ大体,、うん、大体ですね。大体です今回の土日の調査をですね。うん。明日あたりに出していくっていう感じですかね。うん、なるほどね。 これ,あれでしょうあと。総選挙ですからね。やっぱり、調査きちんとしないといけないわけで。お金かかるでしょう。あ私、金額は知りませんけど、莫大な金かかりますね,ね。あの、マンパーもね、たくさん、はい、あの、必要でしょうしね。まあ基本的には調査会社にですね、うん、まあ、委託することが多いんですけどね。うん、えでも、ちょっと、あの、アビルさんにはちょっと申し訳ないんですけれど、3年前、マスコミちょっと予測、はい。当たんなかったですね。はい、そうですね。ね。 いやもう私近年以前とはっきり違う傾向があって、アンケートに正確に答えない人が明らかに増えていると思いますよね。 増えてますね。ええ、これは、ちょっとこれもまたマスコミの、えっ、ー、と、安リスさんに申し訳ないんですけど、マスコミの調査っていうとわざと嘘をつく人が増えてるような気がしますけど。そうですね。わざとおちょくってね。あと、まあ地域、例えば沖縄なんていうのは本当のこと言わない人多いし、うん、公明党に入れる人は事前に言わない人も多いですからね。うん、あとあれですよね、あの、アンケ、あの、まあ調査の仕方によるんですけどね。私のところも携帯とかなんかでかかってくるんですけどね。ええ、はっきり言って出ないです。<laughs> <laughs> あの、聞くと、若い人ほど、忙しいから出ないとかね。えー、これで結構暇な人しか出ないとかね。そうするとあの、統計ですとね、サンプルバイアスってやつなんですけどね。うん、そのサンプルバイアスをどのように補正するかっていうのは、まあ、腕の見せ所を見たくなっちゃってるところがあるような気がしますけどね。そうでしょうね。うん、そのサンプルバイアスもそうでしょうし、うん、トレンドとして、土日の調査ではこの数字出たけど、うん、勢いでこう、 後半から上がってきてるところは、さらにはまた上がるんじゃないかとか、ね、まあ、そういうのも加味することがありますよね。あと、あの、この調査の中でですね、産経さんはどのくらいやっていくかわかんないんですけど、今は情勢分析っていうやつで、はい、ここの選挙区と、あと全体の、あの、票っていうのも、ここの選挙区を全部出し合わせたりして、全体の話をやりますけどね。あの、あと一つあれですよね、あの、東海業日,日の後に、はい 出口調査っていうのをやります,すよ,よね。この出口調査は以前はかなり正確になって。ですよね。もう前回のあたり、衆議院選とか、ね。全然当たんなかったですね。ええ、NHK あたりも大はじかれているほぼ全部当たんなかったって感じですね。前回の出口調査ですとね、やっぱり自民、関数割れっていうのを結構、8時の段階で出しちゃったところが、 まあまあありましたよね。だからあれは完全に、あれですよ、NHK ですら、出口調査の時に NHK ですって言って、まあなんか書いてくださいってってポコッと入れたりするか、もしくは、タッと立パネルかなんかやってもらうっていうやり方だと思うんですけどね。ちょっと嘘つくんですね。嘘ついてますね、はいで。マスコミが信用されていないそうの通りだと思います。でもその結果、それを反映したらマスコミが余計信用する。<laughs> これ厳しいですね、今ね。えー、ということで、あの、選挙の、多分今年、 投開票日の後にああいう形でやるかやらないかも含めてどうなんですか、一応やるんですか、あの8時ぐらいに、こうですとかいうのは、まあ、あれはあの主に NHK がやりたがっているんでね、NHK がやると他もやらざるをえなくなっちゃう,う民放がどうするか、ちょっと私には分からないですからね、はい、あれやんないって手もありますよね、そうですねどうせあとな何時間か分かれば、すぐ分かっちゃう話ですからね。はい ピタシンやる必要は実はないですけどね,ね,本当にねあれ結構あれ、3年前は8時ピタシンやって、その後、いやのええー、と思ってたら、あの夜中ぐらいだと全然違うって話になって、大騒ぎになりましたよね。はい、そうすると、なんかね、どうして4時間ぐらいの話したら、ほっといてもっていうの <laughs> あってもいいですけど、そこはできないですかね、マスコミさんは。<laughs> まあ流れの監修みたいなものでしょうけどね。うんでも まあ、できないことはないですけどね。わ、えー、かりました。じゃあ、ちょっと、あの、今日はいろいろと、アビルさんのポストを中心にお話を伺いたいと思います。えっ、ー、と、最初にあれですかね。えっ、ー、と、選挙当日のポストの9月27日、総裁選ですかね。アビルさんのポスト。これすごいね。えー 自民党総裁選。これが相当批判されたわけですけどね。<laughs> ね私は日本終了とは思わないけど、うん、自民党はこれで完全に壊れるんじゃないかなと思った当たってますね。<laughs> 自民党終了。えー、日本終了まで行かないけど自民党は終了しちゃってると。実際その後、どん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 崩れていってない事実ですけどね,ね。これでもすごいじゃないですか。 38万。38万。<laughs> アビデさん、これ、ちょっと、社内的に問題になんなかったですか<え>日本終了で、面白かったですね。面白いって言っちゃったけど。いや、もう、あの、言えてみようだと思いますね。正直、はっきり言えば。で、次は、あの、アビデさんの Facebook10 月5日投稿ですね。次と一人自分の政策と主張して、高橋さんが言ってた、 こと言ってきたことに寄せている石破さんとだったら最初から高橋さんで良かったじゃないと結局岸田さんが嫌いな高橋さんにやらせなかっただけというのでいやもうこれもまあおっしゃる通りですけどねはいまあでもこの今回自民党が 今、この選挙でも苦戦していることの一つの理由が、うん、ブレない信念を持っているふうに見せ,見せていた石破さんが、うん、あまりにもブレてるっていう。ほとんどブレたんじゃないですか <laughs> そうですね。なんか、ブレないの探すの結構大変だったですよ。<っ>あんだけを言うと。あれ何なのと。 私、常に言うことは思うんだけど、言われは別としてね、ブレイクと両方からやられますわね。そうですね。うん。あの、もちろん、その、間違いを改めるにはね、遅いってことはないにしても、うん、この人の場合そうじゃないですからね。う,ん、もうブレ方はすごいですね。石破ファンの人もみんなびっくりしたかもしれないし、なんか、アンチ石破さんの人も、えー、って、みんな、みんな踊れてる感じがしますけどね。はい。でも、今まで批判する人、批判する人だったから、気楽に言ってたってことですか。 そうすると、いざ、責任者になったら、ちょっと、ちょっと待ってよと言われちゃったんですかね。まあ、お気楽に言ってたとか、安倍さんが来てるときに安倍さんを否定することを言った。うん、まあ、その程度だったのかなってことになっちゃうんですね。うん、だから、これから新しいことを次に何言おうと、信じてね。どうせブレるでしょう、うん、そうそうお前はあんたブレるでしょと。まず言われますね。こんな早くブレると、うんでだ。だから、なんだかわかんないですね。これ、マーケット的には非常に困るんですよ。よくわかんないんですよ。 そうです、ね、最後の目みたいな感じです。で、次また3番、あの、で、アさんの9月30日のポスト。しかし菅さんにやってましたねって。小泉さんを押すのはまだわかるとして、まあ、言う前、1年 9, 9ヶ月にわたり、えっ、ー、と、支え、総裁選でも支援した相手に、これはねと、と、ここまで書いたところで、毎日 OB から久しぶりに電話があり、あ、菅さん今日あるのは誰のおかげだと言っていたと。 だから、あの、菅さんの話んね、安倍さんのおかげなのに、ちょっと、まあ。そうですね、まあ。だから私は不思議で仕方ないのは、まあ、政治家はそれぞれ独立した政治家だから、うん、まあ自分の考えっていうのはあるのは当然でしょうが、うん、まあ安倍さんがあれ,あれだけ、この人だけは総理にしてはいけないと言ってた。石破、うん、さんね。石破さん。それをわざわざ支援に回るっていうのが菅さんなのかなと思うと、うん まあ政治はそういうもんだと思いつつがっかりしたなって感じはありましたね。あれス、菅さんだとね、いろんなポストに出てるんだけど、ちょっと、バイデン化してませんあの私、最近会ってないか知らないんですけどね。だって、あれしょ、言葉が出ない。まあ去年あたり、結構大,大病を患われたって話もありましたからね。で、今、副総裁になっているわけですが、破内閣の副総裁なんて、 何日するかわからないものを受けなきゃいいのにって、率、うん、直に言って思いました。石破政権の最初の時に挨拶をよくできなかったでしょう。うん、で、あと、あの、街頭出ても出,出ないんですよね。うん、それみんなご存知でしょう本当になんか見た目に、あれって感じで。なんか、望月磯子さんと官房長官ってやってたのと全然違う。あまり健康ではないだろうなって感じはしますよね。ねそうか。という、これもすごいですね。170 9.4万のインプレッションでありますこれまた評判悪かったんですけどねそう。<laughs> 自民党のね熱心な支持者の中には 不安の、不安の種をまくようなことを書くなという方もいるし、うん、私はしかし自民党員でも自民党支持者でもないからと思うんですけどね。<laughs> 自民党支持者だと思われてたんですかわかりません。<laughs> これは言っちゃっていいわけね。あの自民党党員じゃないと。はい、もちろん。全く。なるほどね。うん、しかし、私もまああれですね、菅さんのああいう、あの、何ていうかな。 ポストの出てくる画像を見るとね、うん、って、もともとはんない人ですけれど、<は>一応はさささって、さささってで出てましたけど、うん、ちょっとその言葉の出方も、ちょっと違うような感じはしますね、うん。そうですね。えー、しかも、なんか妙に感情がないような喋り方しますしね。だから、体調をね、なんか言ってる人はずいぶんいますね、審判。 はい。じゃあ次に、いきなり末期的っていうことで、えっ、ー、と4番の、えっ、ー、と10月18日ポスト。これは記録的な数字だ。いやはや石橋を誕生させた人たちの数は、ね、これまたすごい、ね、これあれでしょ時事通信のやつでしょう,うこれ。<laughs> そ、これ、どうでしたこれ、この時事通信のやつ、28%見たときに。いや、これ、過去、時事通信の発足時の支持率で一番低かったのは、うん、森吉郎さんの33.3って書いてありましたけど、うん、それよりもね、5ポイント以上低い。はい、いかに期待されてないかということです。 これたちかに石破さんには人気があると勘違いして、うん、あるいは高市さんは危ないというふうに決めつけて、うん、よく考えずに石破さん投票した自民党員、中んず旧安倍派の自民党員、自民党議員とかね、今どんな感じって聞きたくなりますよね。入れた人結構いますよね。これで入れたんだけど、あの、修復立候補でダメって言われたりといろいろ、いろいろありますね。福島の関係一郎さんなんで、1回目から入れといて、ね 非公認で、出馬できなくなりましたもんね。なんか、と平沢さんさなんかお前ですよね。はい。なんか、いかあれですよね。いや、だから石破さんもね、総裁選であんだけ応援してもらって利用してたんなら、うん、少し考えないば、考えればいいのにいいと思いましたけどね。ねえ。ちょっと。 政治家、時に非常になることも必要だけど、これ単に恩知らずっていうだけにしか見えませんからね。昔は後ろから鉄砲打ち点で有名だったけど、今先闘に立ってから鉄砲撃ってますね。うん、<laughs> あるいは上から下に向かって。これはすごいね。まあでもこれ、過去防衛庁長官時代に、うん、うアタゴ事件でで。出ました出ました。自衛隊員たちをね、あの、一方的に悪いと決めつけて、ね、ね、処分したあの時の姿勢を見れば、うん、まあ分かりそうなもんだなっていうことですね。<laughs> まあね。だからあれで、 石破さんだけは勘弁してくれっていうのが、カイジは多いですね。多いですね。まあ、陸は陸でまた別の理由であるんですけどね。<ん>別の理由でね、うん、石破さんはダメだっていう人多いんですけどね。カイジの場合は実際にその金銭的損失まで伴ってますからね。えー、降格、えー、とかいろんな症状が出てですね、えー。だから、あんまり言えないけど、私の知り合いで、カイジで偉くなった人なんかも、 ちょっと、表ではその質問しないでください私いつも言われますよ。答えにくいしね。<え>まとめに答えちゃうと本当にもう嫌だっていうふうに言わざるを得ないんだけど、うん、それで表で読むのはちょっとねっていうふうに感じですよね。うん、まあね。これ、あの、この時の、えっ、ー、と、自民党支持率が、えっ、ー、と、なんと18.9なんですよね。ここの時にね。はいはい、一緒にね。あの、要は、あの、自民党に投票する人は、まあ26って書いてあるんで、支持率18.9なんですよね。これと2つ足し算すると大きい率ですが、うん、46. 点 9で。発足時からもう末期っていう。ちょっとびっくりしますね、これはね。しかも一週間前に、実際、一週間ぐらい前だったから、うん、発足した、時いろんな世論調査が出そろった時は、もっと、も、うんうん、かった高かったですからね。もちろん時事実ていうのはもともと低く出る傾向がありますけども、対面式でね。しかし、それにしても、石破さん実際になってからの言動が、やはり評価されてないという。変わるからでしょうね。うん いや、これはびっくりですね。史上最低で、ということになっちゃいましたけどね。おそ時から起点すぎてんの。 めったに、めったに見られませんね。まあ選挙次第ではね、もう東国宮内閣と指摘するような短期内閣の可能性すらありますよね。もう一回言って。<laughs> いや、今回の選挙の結果次第ではね、<っ>まあはっきり言えば、え<っ>辞任せざるを得ないような数字が出るかもしれませんし。まあ、はっきり言うと、目標をクリアしなかったらアウトでしょいくら何でも。<っ>あの、自分で言った目標は。あ、与党で過半数ですね。うん クリアしなかったそれはアウトでしょそれは確実に。まあ普通に考えるとですね。うん。まあ本人が居座ろうとした場合でも、もう機能不全状態になりますからね。うん。そこに近くなっても普通はアウトでしょうね、もうね。本来であればそうです、ね。本来はね。うん。本来じゃないかもしれない。うん。じゃ次の5番に行きますかね。朝、あの、事故過半数、朝日の調,調査ですね、情勢調査。事故過半数、微妙な情勢。うん。 これが日曜日の、まあ、夜にネット上で出て、これもちょっと、まあ、これ一応終盤調整、終盤情勢って言っていいんですか、はい、これは。そ,れそうする、ね、と微妙な情勢っていうのは、場合によってはこれよっとしたら割り込む可能性もあるっていう。はい 表現でよろしいんですかあまり断言調で書くと、外れる可能性があるから、弱めて書いてる。弱めて書いてある。可能性もありますね。うんうん、実際の朝日さんの調査の生数字は、もっとひどいのかもしれませんね。うん、自民は、ここでもはっきり、自民は単独過半数割の降参これ結構、もう、はっきり言ってますね、うん。それはもう間違いないと思います。あの、ちょっと前は、他の新聞は、自民は、 単独関数割れもあり得るっていうレベルだったんですけれど、ちょっと中盤情勢。はい、終盤になったらもう、ここはもう、確実、もう確定っていうレベルになってるんですかはい、そういうことですね。はいまあら。ま、結局その、これは自民党の多くの議員が見誤ったわけですが、はい、石破さんのその全国的な人気なんていうのは、幻だったと。 実態がなかったということですよね。<laughs> でも、それを言っちゃうとマスコミで、あの、いつも一番人気が石破さんだったじゃないですか <laughs> あ。あでもあれは結局立憲民主党の支持者が多く石破さんって書いてたわけです、ね。で、いざ投票の時には、いや、というふうに立憲民主党になっちゃったっていうことですか。ううね。まあでもそれは、まあ、石破さんのね、そのあの雰囲気とか喋り方とか言ってることを考えれば、普通はわかりそうなもんだと思うんですけどね。でも自民党が総裁選で、 はっきりと分かんなかったってことでしょうん。分かんなかったんです。でだって一回目の投票では、党員投票でも、議員投票でも、高市さんのほが一番上だったわけですか、うんうん、もこの,のまま行ってれば別にね。それをわざわざひっくり返しちゃったのは、まあ、やっぱり岸田さんが派閥解消を歌いながら、うん、自分の派閥を動かして、大量に石破さんに仕向けたっていうのは大きいですよね。うんうん、こで朝日がこれを出したっていうのは、同業者としてはど,どういうふうに見るんですか いや、だからもう、素直にそういう情勢だといし <laughs> 素直にまあ、あの、私、素直に <laughs>、えー、富士山系もこれやってまして、うん、まあ、私は最終的な結果をまだ見てないんですけども、うん、多分、足の締めに乗りますが、うん、感触から言うと、微妙な情勢というか、可能性がかなり高いっていう。<laughs> いや、これはこれは大変ですよ。皆さん。<laughs> 要は、あれですよ、これ。はい、石破さんが人気あると思ってたら、 まさかのことですよ、これは。ね。いやー、驚き、桃の木なんですけれど、アビルさんの肌感覚としては、どんな感じですか肌感覚。190代、自民がですね。190代じゃないかなと思います。<っ>肌感覚がそれちょっと、それですと、それですと、自己感割れになっちゃいますよ。うん、なります。あら、まあ、まあ、これ,は,これは,は、アビルさんの肌感覚ねあ。あくまで私の感覚で、はい、肌感覚、えーあの。別に絶対当たって言いませんが、そういう、 今はを受けてますねこれは皆さんねちょっと驚きなんですよはっきり言えばこういうのはだからちょっと前全然違ってたよねちょっと前っていうかまあでも前から私は結構厳しいとは思ってましたよねであと国民民主を足したってそれだと過半数にいかないかないかんでしょう国民民主いくか頑張ったってそんな50も60も取れるわけないしね20ぐらい2うんせいぜいねちょっと苦しいじゃないですか どうしたらどうするけど、維新もいるで、4党連日すんのかとはですね。いやいい、維新と、これは無理だと思いますよ。東京、<laughs> <う>大阪でガチンコやっちゃってるからもう <laughs> お、お前が食ったんだろうとか、そんな話になっちゃうでしょ。<laughs> いや、だから相当な混乱が待ってると思うんですね。ね<ー> <laughs> もちろんその、非公認だった人で当選した人には、まあ、<laughs> まあ、入れるとかね。いい セコさんたちはセコーさんを入れるのはちょっと今は難しいかもしれませんけど、ね。ちょっとほとんど目もって入れないとしまっちゃったら入れるでしょ、まあ、あの、セコさん一人で233歳くらどうかっていう時だったら入れます、うん。これはすごいですね。私実はね、ほら、こういう統計の一応専門だから、こういう学会とかそういうのよくまあ、言ってたわけですよ。そうするとね、この朝日の調査って実はね、3年前の時には、あの、他のに比べて比較的当たってる方なんですよ。うん それで、それが、理由は、インターネットの話をよくね、取り入れたということになってて。それで、まあ、インターネットを取り入れないと、あの、完全に、あの、サンプルバイアスが出ちゃうっていうのは分かったんですよね。で、それを、だから、インターネット取り入れながら、どのように補正するかっていうのは技術なんですけどね。それを、まあ、あの、朝日が比較的当たって、次の、参院選の時も比較的当たってる方なんですよね。そうすると、これは、これが出ちゃうとえ、えって感じに。 なっちゃうんですよね。あだから、うん、もうすでにですね、先週早い段階から、うん、これ、あの、選挙後は、40日構想がまた再来するという声は、うん、自民党の元幹部から聞こえてきましたしね。うんうん、つまり、石破さんがかろうじて首相を辞めない場合でも、もう、おろ、うん、す。おろす、おろされないとい,、まあ、いうことです両、ね、院議員総会開いちゃったら、おろすとおろすのはできちゃうんでね。うん、あの、その40日構想ってね、あの、多分、 若い人って案外知らないんでね。えー、ちょっと、ちょっと、いつごろの話で、あの、どういうふうな話だあれは、ね、ちょっと解説していただきます、ね。昭和54年頃ですかね。ねえーえー、衆院選で自民党が前回1議席減ったんだ。んたった1議席減ったんだけど、そこをきっかけに、当時の大平首相と福田前首相の間で構想が勃発して、それぞれに中曽根派とかいろんな田中派とか、まあ、うん、あっちついてこっちついてとかしながら、 ええ、やって、組閣もなかなかできなくて、うん、まあ結局、その途中で大平さんが俺は辞めないって頑張ってうん、うん、解散をするんだけど、そ,その直後にまあ亡くなっちゃって、うん、結果的に友、友来合戦になって、衆参同日戦で自民党が退所した。したうん、だけど、その間40日以上にわたって、まあ、党内はドロドロの喧嘩状態になってた、うん、ということですね。 1979年から80年ぐらいの話ですか。まあ、その時代を知っているような古株の議員がね、ことを言い出したっていうのはもう面白いなと思いましたね。アビルさん、その時には社会人になってまだまだな、全然なってないですね。なってないでしょはい。リアルタイムでそんなに覚えてるわけじゃないんですが、まあ仕事が、まあ少しはね、まあ。そういうね、小時代歴を。はい。私、ちなみにその時に入所したんでね。 よく覚えてます。そうですか。はい。<laughs> よく覚えてます。それは名前大井田さんが亡くなったのを覚えてます。<っ>これはもう、大変な騒ぎでありまして、うん、でも亡くなったっていうんで、結果的には全部ぶっ飛んだっていうのを覚えてます。うん、<laughs> だけど、その、自民党、まあもう負けはほとんど見えてて、うんな、なんか大逆転がない限りもうないと思うんですけども、うんうん、その状況で石破さんは過去の自分に打たれることになりますよね。うん 麻生さんの麻生内閣が低迷しているときには、自分も農水大臣であるにも関わらず官邸にいてやめろって言ったよね。<う>麻生さんはそれずっと覚えてますわね。ね今度では自分が選べる、うん、で、安倍さんが第一次内閣で参院選で大敗したときも、うん、責任を取れって言って石破さん言ってたわけですからね。うん、じゃあ、今度はもう、万人から責任を取れって言われますわね、うん。言われますね。言われるときに、石破さんを守る人ってのはいるんですか石破さん人望はないんでね。 案外みんな守んななな守いいじゃないの、うん、だ岸田派がサクッと願えったらもうすぐ,すぐそこでおしまいですよね。うん、岸田派が、あの、岸田さん、私、だから、岸田政権って言って、ね、自分がやりたいとすぐ願いっちゃうんじゃないかって気がしてしょうがないんですけど。うんまあ、ただね、岸田さんがやりたいと言ったら、林芳正さんが、うんうん、それは待ってくれって話 <laughs> いやいや、まあ、大変なあの状況であるってことは皆さんお分かりだと思うんですけれど、はい、なんかすごい状況ですね。 世界調整がこんな時にね、うん、こんなことやってていいのかって話したんですが、うんうん、でももう、そういう風になってしまったんですね。もう石破さんなんだ時にそうなっちゃってるってことですね。はい、私はそう思います、うんまあ。それは自民党終了につながっていくんですけどね。ちょっと自分のことであれですけど、私、ほら、あの、毎週大阪の正義の味方って言ってて、そこの時に出てくるのが、ほら、青山。 日程の。出てきて、まあ、たいあの、マスコミの標準的なことを言うんですよね。ちょっと、私はちょっと違うんじゃないのって、いつも言ってて、言って。私も、すごい、入週間以上前から。あの、ちょっと、自分のモデルがあるから、それで、さっと、決算すると。あの、自己過半数は出て、結構出てくるんですよ。うん、で、出てくると言った時、それはないです。俺は、せいぜい、自民の過半数までですって言ってたのね、ずっとね。うん、したら、先週ぐらいから、ちょっと。 風向きが変わってきて、それで、それでまだね、10個の感想がないって <laughs> 言ってたんだけど、この朝日が、と時事が出てきちゃうとちょっと苦しいですね。苦しいですね。<うん S 2> しかもその時事のさっきの28っていうのは、ストレートに来年の参院選を、 ま、待ち受ける参院議員に響きますよね。うん。これはやばいという。やばいですよね。提唱ですね。まあ、その前にそこまで石破さんが持つとは思わないですけどね。まあね。で、次に、あの、スタッフ間リクエストですけど、今度はきょうこれ共同。これ共同の、あの、やつは、これも最終情勢っていうことでよろしいですかトレンド1トレンドなので、もう一 もう一回やるかもしれないけど、もう一回やるかも。共同に聞いてみないとわからないですけど。うん。共同。これ一応、あの、共同の話ですけれど、なんか、比例投票でも、あの、これ、なんかず、なんでもそうですけど、あの、なんか、序盤、中盤、あ終盤見たくなると、みんな、ちょっとずつ、ちょっとずつ落っこちるんですね。うんうん、これもう、どんな調査もみんな似てますね。うんうん、それは一応みんな、調査はしてますからね。<え>それ、これでね、私よ、 思ったんですけど、比例はね、うん、多くの人を比例重複ダメって言ったでしょ、<っ>女性の当職員とか、<laughs> すごいね,ね、聞いたこともないような女性を何人も,何人も、女性出せやって、小泉純也が言ったんでしょ。ええ、あんなことやったら、うん、自分の知ってる先生は比例に乗ってなくて、うん、何にも知らん、どこの骨とも、真の骨ともわからない人間が乗ってたら、入れたくなくなる。くなくなる私あの、いわゆる、副祭議員の処分の件でも、小泉慎次郎さんが、 強硬派だった戦隊、うん、部長としては、ちょっと戦略違うんじゃないですか。うん、だからですか。小泉さんは総裁選でも、明らかな戦略間違ってたし、うん、小泉さんを戦隊委員長だからって、うんうん、そこで意見を入れすぎたら、余計失敗したんじゃないかなと。 思いますね。比例はだからあれですよね。重複立候補なしなんてあんな、あれで何、なんて言うんですかね、比例が増えると思うって発想が間違ってますけどね。<ー>あんなのやったって全然増える。自民党に帰るわけないと思うんですけどね。<ー>要は自民党の支持者をどうやって固めるかの方が多分、 本当な,な,な、戦略だと思いますけどね。自民党支持者や、積極的支持とは言わないけど、うん、普段自民党に入れてきた人、うん、つまり無党派の保守層を大事にすべきところを、あの、テレビのワイドショーでコメントしているような立憲民主党の的な人を大事にしすぎて、立憲民主党的な人が最初から自民に入れる気なんかないんだから、うんあ、本当に戦略として間違ってたと思うますね、うん。そうですね。これで、これもあれですか、結構、あの、激しい、 あれで結果でしたかこの共同の話を。まあ、これは着実に下がったようになって、しかも選挙戦が始まってからっていうことですよね。うん、やっぱりテレビの特集とかニュースを見ても、うん、全国で石破フィーバーが起きてるとか、そういうのは全くない。ない。ない。ない,ね、ない。もちろんあの人はあの人で選挙の時の応援演説のとこ上手いんだけど、うん、じゃあそれで人気が出てるかっていうようには見えないですよね。うん、自民党の中でも調査してるでしょこれ。ええー、してますね。 いや最初の調査の数字は害悪聞いたんですけどどうもちょっと今その表に出してる数字は操作してる数字だろうとこれはねもう安倍さんの時もそうなんですよね安倍さんが谷垣幹事長だった時にうん、うん、これ谷垣さんにも見捨ててないっていう調査も秘密にありましたしねまあそういうことをやって。 やりますから、ちょっと今はもう自民党から出てきた調査っていうのも、あんま当てにならないなという。うん、私は、まあ、もちろんね、ジャーナリストじゃないかよく知らないんですけどね。ー政の,の時だけはちょっと、小泉さんに見せて,てもらったことあるんですけど。<laughs> <laughs> そしたら、やっぱり最初広い数字だったけど、うん、あの、その後、ブワーッと自分の力で風を起こしちゃったっていう感じはしましたけどね。有政、うん、解散の時はね。いや、逆に今、この間私福岡県に土日ちょっとヨガって行ってきたんですけども、うん 福岡で立候補してる議員たちは、みんなその石破さんとの二連ポスターとか、うん。一緒の女のは使ってないっていう話。はい、え、ポスター使ってないっていうふうに聞きましたけどね。まあこれは、えー、あの、即、即分しただけだから、全部がそうかはちょっとわかりませんけど、もう、それぐらい人気はないですね。普通は引っ張り役になるわけでしょどちらかというと、岸田さんの方が多いんじゃないですか今言ってんの。 でも、岸田さんはね、うん、福岡に行ったら、岸田派の議員のとこだけ回るんです、うん、しっかりしてますね。しっかりしてるけど、<laughs> やっぱり本当に自分の派閥命だなっていうのがね。派閥解消したんだけど、派閥がまだあるという。で、今その失敗だこと言うと、高市さんが120以上のね、うん、えー、ところで応援で、ね。130とかだからもう全部行ききれないってい、ちょっと無理でしょ。うん ね、130になるとちょっと大変ですよ。彼女はそんなに体力がある子じゃないから、うん、ああ大丈夫かなと思っちゃいますね。あとはあれですよね。旧安倍派でね、あの、石破さんに入れた人が頼まれたって、これ本当ですか <laughs> 何なんですかこれはああ。どうでしょうか。そんなのだったら入れろよってあれじゃないですか。いや、もう、うん、そういうのがとしやかに出ること自体がちょっとおかしいですね。あとで、あの、終わったら聞,聞こうかなと思って <laughs> んだけど、一切、これ、それ本当だったんですか <laughs> って言ったらニヤニヤって笑ったら本当なんだ。<laughs> <laughs> だから、もう森山さんもね、 先週あたりからね、うんその、新たな連日の枠組み。なんか言いすぎだよね。<laughs> <laughs> 何これ。あ、でも、新たな連日の枠組みってあるのこれ,それ、立憲民主になっちゃうじゃないですか。このまま行ったら。比較大党は取れるんじゃないですか。うん比較大党は自民で。ただし、今のままだと関西に与党でいけないと。うん、与党増やすしかないと。うん、だから、ま、国民民主なり、 何々本当に取り込もうとするんじゃないかな。で,でも、国民民主だって。<laughs> そう簡単にはいかんでしょうい<や>は。でも、わかりませんよ。玉木さん総理にするから。ああ,ああ、まあな。あ彼は、いろいろあるから。<laughs> でも、それで国民主入れて、なんとかなるぐらいの話なんですかね。それも厳しいんです。厳しいね。ええ、面白いな、これ。もうほんとスリリングですね。普通のドラマ見てるよ、面白いな、こっちの方が。<laughs> っ思っちゃうけど。<laughs> 私だったってほら、全然関係ないから。ええ、全く自民党員でもないしね。それで、次。うんと。これ、私。<laughs> これね、私と青山さんがね、あ,<ー>あの、やってんだけど、こ、これで私はだからね、すごい前から、235プラスマイナス20なんですよ。で、青山さんはね、ずっと随分大きい数字言ってたんだけど、これかなり昔ね、あの、これ中央値、あのやっぱり私統計でやるから、ピタッと数字じゃないんですよ。幅が出ちゃうんですよ。で、235っていうのは、だから要するに過半数なんですよ。 で、あの、5対でやってるから。うん、あの、過半数で、もう、過半数割れか過半数以上か、五分五分ってレベルが、もう、2週間以上昔か,かな。で、というレベルで、これどうですかって、変えますかって言われてるんですけどね。まあね、計算しても、なんと、そっちの方に近い近づいてんじゃないのって言ったら、あ馬ささ、嫌な顔してんだけどね。<laughs> という話でありましてね。 それで、でもね、あ、あ、あやまさんね、なんか、楽屋裏ではね、いやー、肌感覚としては高橋さんの方なんだけど <laughs>、って言ってるけどもう、ちょっとまあ、あの、ほら、日テレの方でうん、うん、なかなか違うの調査出してから言えないみたいなことを言ってましたけどね。なるほど、ね。でもね。うん。まあ、でも、肌感覚はそう、そう、そうですね、なんてことを言ってましたけど、だ、大いたいだから、やっぱりカウンスラでもあり得るっていうのは、肌感覚として、まあ、 そんなあるんでしょ、皆さん。うん、それは当然ですね。当然。それを言うか言わないかだけですか。やっぱりその選挙戦が始まってから、雰囲気が変わってくることあるんですけど。うん、ありますね。でも今回自民党の雰囲気が良くなったとはとても感じないんですよね,ですね。私ね、その時からね、ちょっとずつ下がるっていうのを予測しながら喋って、それ結構当たってるんですよ <laughs>、またまた、あ、これは個人の見方で一人て違うかもしれませんが、副裁議員の追加処分の仕方とかね、うん 10月4日の時点では森山幹事長がそういうことはし,、うん、しないみたいな。しないと言ってたらブレたしね。そしたらもういかにはギャルと。思いかけ、思いがけない人の名前も入ると。うん、一方で支持的にしか見えない武田さんは入らないとかですね。うん、あそうでしょうね。おかしいですよね。だ、ね、からあの,のすぐわかっちゃうよね,ね。やっぱさ国民だってなんとなく見透かしますよね。うん、今ネットだからみんなすぐ言うじゃないですか。すぐおかしいって。こ、うん、れでネットの方の話っていうんだと、あの、すごく拡散するじゃないですか。 そうですね。ねえ。だから、ネットのやつを結構バカにしちゃってるような感じが私にはちょっとしますけどね。まあ、自民党っていうのはやっぱネットで言っテラシし低いんでしょうね、基本的にね。安倍さんも誓ってましたよ。うん、ネットの方があれだよって、すごくいい、あの先、先にね、いろんな話がわかるよっていう感じネットの方を結構。 そうですね。安倍さん、<し>今ね、えがと、こんなに流行る前から、うん、フェイスブックを始めたりとか、ね。そうフェイスブックやってましたからね。あれですよ。安倍さんの生前の時にあれです,ですよ。<laughs> 高橋さんの高橋ゆいちゃうんだよってすごいらしいねって電話かかってきてね。<laughs> 出してくれた。<laughs> そういう感覚なんですよね。いや私、もちろんいいですよって言ったんだけど <laughs>。ああいう形になっちゃったね。うん、私のポストは、もうどうでもいいから、あれだな。あれか、私のにちょっとあれか、安倍さんが言ってくれてるから、それちょっとやりますかね。えっ、ー、と、8。 これ、長期刑なしえ、名簿に載ってる人の中に総裁選に石場と書いた人もいる、いるな。こ今頃後悔してるだろうなって話。それで、安倍 <laughs> さんがこれに、やって、あの、<laughs> なんか、えっ、ー、と、何石場首相による、ジェノサイド政策だったよ。<laughs> まあ、これまた批判されたんですよ、はい、私。ジェノサイドって言葉安易に使うなと。うん、あ、そりゃ、まあね、そう言いたくなる人の気持ちもわかるけど、うん、でも、主張的に使ったっていいじゃないかと、うん。でもこれ、 絶対に書いた人悔やんでますよ。これで処分喰らった人も結構いますからね。そうねその関係一同さんみたいなね。気の毒にね。ずっと、ひょっとしてみんなあのあたり処分喰らった人が高橋と書いてたりしてたら、高石だったかもしれないしね、うん。いや、平沢さんだってそうですよね。平沢さんな一生懸命やっててね。選挙区にわざわざ寅さんのコスチュームまで用意してね。うん、面白いな。これで、こういうことをやる。<で>うん。ということで、やっぱり石破さんの、 人柄とか人望のなさがね。出ちゃう。出ちゃう。やっぱり、最高指揮官にはちょっと無理ですね<れ>やっぱり、最低限の人間っていうか、その政策以前の話なんですけどね、こういうのはね。うん、やり方はか、権力を重ね、後ろから切りつけるような感じでしょそれはやっぱり良くないんですよね。うん、10の、あの、アビルさんの10月2日ポスト。これは、あれですもう一個次々。石橋市長の名友が、役職停止処分になった、もう終わり、なら、 議員の再そうなんですね、10月。ですね、うん。だって、この人は記者会見で、過去の、えー、国族発言、えー、安倍さん、亡くなった安倍さんを国族というようなことを聞いて、えー、あれはもう党の処分を受けてから、もう終わりでってっ終わりですと。じゃあ、副総議員は4月に <laughs> 党の処分を受けてるのに。<laughs> 受けてるのに。なんで二重処分しなきゃいけないんだっていうですね。おまけに、党の処分の前に、 東京地検の人がみんな処分してますよねで、うん、それに基づいて自民党は処分決めたんですよねはい。そうするともう普通はそれは終わりですよね,終わりで,すねでも石破さんは国民の納得と共感が大事で党内優位言うわけですね 納得と共感っていうのは、これ、いかようにでも判断できるからね。あそういう言葉を安易に使うと危ないなと思ってたら本当に危なかったってことですね。石破さんだって結構出てるし、他でもその後に、不記載というレベルで人結構出てますよねあ。小泉さんも出てますね。うん、石破さんも出てます。そうですね。あの、 あなたの不記載は黒い不記載、私の不記載は白い不記載。何のことやだ、た話ですよね。<laughs> いやいや、もう、あ,あ、水さんに言わせると、たくさん面白い話が出てくるんで、どうもありがとうございました。どうも。<laughs> だからでも、石川さんって、ぼっちなんじゃないですか。いないんじゃないですか、お友達が。お友達、内閣、つくにも、お友達がい,っぱいるような気が、気がしたんです、ね。まあ、ね、元の友達がいっぱいいるわけです。だんどん離れちゃってるわけですね。 例えば私も石田さんとの付き合い長いから20年ちょっと前にはね